久しぶりのフィリピンメカ。はい、どうもジャパンベープ TV のゆうです。さあ、今回久しぶりです。フィリピンのメカニカルです。カラサグでいいんかな、読み方はちょっと開けてみたいけど、カラサグモッドのレビューになります。こちら今回シリアルベーピスト .com から提供です。ありがとうございます。これなんとね、フルメカニカルでスタックとパラレルの切り替えができるあのアタッチメントが入ってて、まあそれぞれあの毎回分解をしてね、組み替えてそれぞれ切り替えっていう風になってるんで、ちょっとね扱いは難しいんですけど、まあ経験者向けのモッドになります。それじゃあ早速手元で解説していくんで、そちらご覧ください。どうぞ。それではカラサグモッドやっていきます。そしてこれが本体です。 BB ボックスモッツフィリピンズ、かっこいいね。やっぱね、フィリピンはこの独特のね、フルメカ2バッテリーの文化っていうのがなんかもう定着しているっていうか当たり前になってるから、まあやっぱここはねフィリピン独特やよね。そしてここにねカラサグのプレートがあるんやけど、ここでも多分タガログになるんかな、英語かどっちか、多分タガログ、バッテリーのケースがあって、で付属品でねカラサグ V2、バッチ2、シリアル637と書いているカードが入ってます。オーセンティックのねサーティフィケートカードです。インスタグラムとフェイスブックやってますよと、グループもあるんですね。そしてこれが取扱説明書になってます。英語です。フルメカニカルモッド、デュアルパラレルでコンバートでシリーズ接続にできますよ。並列直列の違いなんでね、それに合わせてアトマイザーの抵抗値も変えやなあかんのでね、あのちなみにシリーズとかで 0.2 とかね 0.18 とかで使ってる人おるけど、あれ危ないんでね。フルエングレーブドデルリンボディ、ブラストップ&ボトムフレーム、ハンドツイストバッテリーキャップ、かっこシルバープレートと、シルバーのメッキですね。ウルテムファイアリングスイッチ、ウルテムトップブラスインシュレーター、シルバープレテッドカッパーインターナルズ、銅にシルバーメッキをかけてあると。でワーニングは、まああの当たり前のことなんですけど、オームの法則をちゃんと勉強しててね、あのそれなりに知識がある人がちゃんと使ってくださいっていうような文言が書かれています。で初期状態やとこれでパラレルの状態でこういうピースになってて、パーツがシリーズキットになると S1、S2、S3、S5、S4 という風に分かれてて、で S2 をそれぞれ、あーそういうことか、ここのやつにかぶせろってことだよね。パーツを組み込んで S3 をここに組み込んで、5のプレート組んだ、 S3 はここに止めてます、 S4 のコンタクトはこっちに変えてください、ね、そういうことか。でここはね、まあ便利な世の中にはなったものの、このオールドスクールな頑固なスタイルを崩さんっていうのはね、逆にこれはこれで味があって俺はいいと思うよ。もうフィリピンのメカニカルってね、全部が全部知ってるわけじゃないけど、少なくとも自分がレビューしてきた中ではもうずっとこういうスタイルなんでね。そしてこの中にシリーズ用のパーツが入ってますよと。でここのコンタクトはね、どのメーカーももう純正でスプリングではなく全部スレッドになってて、こういう風にねアトマイザーのピンの突き出し量に合わせてアジャストをしていくと。一応まだ通電チェックをしてないんで、一回ちょっと試しにアトマイザーつけてね通電させてみます。今パラレルなんで、プラスを上に、プラスを上に、でキャップを閉めると。ちなみにね、あの中の洗浄必要ありませんでした。見た感じ全然切削の粉とかもついてないし、スレッドが渋いとかも全然ないんで、出荷段階でチェックはしとると思います。まあでも言うてもね、フルメカなんで一応それなりのメンテは最初来た段階でやる前提で手にした方がいいかなと。ちょっとねこのファイアリングスイッチがバネが固めなんで押しづらいけど、まあレスポンスは良好。そして一旦バッテリー抜いて、ここからシリーズ A のコンバーションをやっていきます。でこういうコンバーションやるようなね、このモッドをバラすとき、こういうこのグリップの細いドライバーは絶対使わないでください。たまに使うけど、あの基本はネジがね結構硬いものが多いんですよ。なんでグリップがでかいドライバーを使いましょう。
こんなんね、ホームセンターで500円とかそんなぐらいで売ってると思うんやけど、こういうグリップがきちんと大きく力がかけられるドライバーをグッと押し込んで緩める。あ、意外と緩いな。まあでも、あの、他の過去にやってきたフィリピン系のメカニカルとかってね、もっと硬いイメージがあるんで、やっぱ一点一点のパーツ自体がね、損傷させやんように考えると、でかいドライバーを使った方がトラブルは避けられるんで。ビルドだけならね、細いああいうドライバーだけでもいいんすけどね。ああ、なるほど。こういう構造なんや。そうすると、ボトムのピースが外れて、そしてトップはどうやって外れんねやろな。あ、軽くね、叩き込んだら取れました。ベースはこうなってんねんな。で、説明書をもう一回見ると、こういう風にあって、ここの部分とここの部分を取り替えってことだね。で、キャップもこれ変えてくださいねと。はい、そしてここまで来たら、コンバーションをやっていくんやけど、ちょっとね、注意点として、まずこのデルリンのね、キャップを使うのは絶対っていうのと、この各パーツを組む位置っていうのを、今から手順をきっちりやっていくんで、ここ絶対に間違えやんといてください。これね、ちょっとわかりにくいんですけど、ここもプレート外すんですよ。このプレートをね、外さんまんまバッテリーを入れると、熱を持って、やばいやばいって慌てふためいて、わからんまんまバッテリー抜かない状態だと、ボーンってなるんで気をつけてください。まずこっちのコンタクトを両方外します。こっちのアトマイザー側はね、いいんですけど、こっちのバネ入ってるこのファイアリングスイッチの方、こっちはね、もうバネ収めたまんまやった方が楽です。あの、かなりね、バネ反力が強すぎて組みづらいんで。で、プレートを外す。で、ここでシリーズコンバーション用のプレートに付け替えて、もう一回ネジを組む。で、ちょっと勘違いしたらあかんのは、この S4 のネジ、S4 のコンタクトはここに使うものではないんで、絶対に組まないでください。で、このマニュアルで書いてある S3 のネジね。S3 のネジをここに組み付けて。グッと締める。そして、アトマイザー側のコンタクトも。つけると。で、どのネジにも言えることなんやけど、このネジピッチが結構広めのネジなんで、正直タッピングみたいな感じ、ちょっとこう斜めにいざった状態で入っても、あの、無理やり締めていけば締まっちゃうんで、それは注意してください。本来であればだいたい指で回ります、最初は。で、最後の最後でマイナスドライバーのでかいのを使ってクッと締める。これで OK で、スイッチ部分はこれで完成。続いてこのモッド側に入ってるこのコンタクトね、これ一番重要です。これ真ん中のプレート絶対外すんですよ。あの、外さないとこれ結局バッテリーキャップ閉めた瞬間にもう回路が出来上がってしまってバッテリーバンってなるんで、まず両方ともコンタクトを緩める。そうすると各部のパーツがバラバラになって、ここのプレートもちょっとね、はまり込んでるんですけど普通に取れます。で、取れたらこっちのパーツを戻してこれを締める。はい、で、ここまで来たらこっちのロングサイズのね、ピン、パーツ番号 S4 かな、 S4 のピンを組みます。で、純正と比べるとね、ネジの長さは違うよね。これでこっち側に組む。これでもう締め切ります。そうするとこっち側にピンが出てくるんで、そしてこの状態でモッドに組む。そうするとこういう風に収まります。で、スイッチのベースプレートの方にこのネジが短い方ね、こっち長いでしょ。で、こっちの短い方のちょっと太くなってるネジピッチのやつをスタッドボルトを指で組んでいく。もう指の力だけど OK です、これは。そしてモッドに入れて、
そこのねブラスのボトムのキャップカバーをはめたらデルリンのネジで固定をする。結局このデルリン自体は最初パラレルの時についてるようなネジみたいな耐久性はないんで、あくまでもまあ軽く締めるぐらい、逆にもう細いドライバーでええと思う。ここはどうしてもねもっと細いドライバーとかなら変えた方がいいけど、これがかかってて指でクッと4分の1回すぐらいかな、もう底ついた感があるところで、これで OK です。でちょっとねテストで 0.7 オームで組んであるアトマイザーがあるんで組んでみるけど、まあウィックを通さん状態でも十分通電スピードの速さ分かってもらえるっていうか、出力がそれだけ流れてますよっていうの分かってもらえると思うんで。でバッテリーの向きはコンタクト側にプラスを入れる、そしてスイッチ側はマイナスを頭に入れる。これでこっちから入ってきてこういう風に流れていくっていう流れなんで、こう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 やね。これでスイッチを押してみると、はいこんなんです。 0.7 オームでも一瞬で立ち上がるでしょ。これちなみに組んでんの簡単です。そして今回はさすがに抵抗値がね、普段使ってるアトマイザーでも 0.27 でもちょっとシリーズで使うのは良くないんっていうか危ないんで、普通にパラレルに戻していきます。あとパラレルとシリーズね、組み間違えがあるといけないんで、組むときはパーツをねこうちゃんと分けて保管しましょう。じゃあまずスイッチ部分からねパラレルに戻していきます。ちゅうか、まあやってきた手順の逆をやるだけなんで、そんなに難しいものではないんやけど、でもほんとねこれパーツ一つ組み間違えると大事故につながるんで、気ぃつけてやってください。ほんと自分も結構怖がりながらこれやってるんで。そしてシリーズに戻す時のこのプレートのね穴の大きさが違うんでね、これ必ず気をつけて組んでください。まあ、そもそもネジの太さ違うから分かるとは思うけど、まあ、軽く締めた状態でプレートの位置を合わせると。で最後にここを増し締め。そしてこの S4 のピンに入れ替えたこのモッドの間に入ってるコンタクトも両方バラす。でこのプレートをこう溝にはまるようにね、まあそのままパコンって外れてはくるんやけど、一応レールみたいになってるんでグッとはめて、でもともとついてたショートタイプのネジコンタクトにね戻します。これで OK。 そして元側にコンタクトを戻す。でシリーズで組む時と同じようにスタッドボルトを組む。そして元側に向きを間違えないように入れて、トップパーツはこのまま収まります。でここまで来たらボトムのパーツをキャップをねつけて、でシルバーのネジで締めていくと。これもね底付いてからまあ軽くクッと締めるぐらいで OK なんで、本締めも。でもう一回アトマイザーのピンを調整して、でここのピンのね突き出し量は通電するかせんかでまた変えてください。そして今度はパラレルなんで、スイッチ側もコンタクト側もプラスが上、プラスが上、マイナスマイナス、ボトムでキャップを締める。これで OK。 まあパラレルでも十分やって、これ本当に。はい、やってきました、カラサグモッド。まあ完全上級者向けっていうか、まあ電気のことは最低限の知識が詰まってる人向けやよね。これ本当にコンバージョン見せると一瞬で電池がダメになるっていうか、最悪爆発するんで気付けてください。シリーズ接続ね、ほんとそこ怖いんすよ。もともとシリーズやっていうんやったら別に、まあ抵抗値だけ気ぃつけてね、あとはこうコンタクトの突き出し量とかだけでいいんやけど、こういうタイプのメカニカルで自分でパラレルとシリーズをコンバートするタイプのモッドは本当に部品一つ間違えると大事故につながるんで、マジ気ぃつけてください。僕もめっちゃ怖かったです、自分でやっとって。でパラレルで立ち上がり、こんなん。やっぱり2本になってね、1本あたりにかかるというか使うアンペア自体が下がってるんで、負荷がね
ちょっと軽減されている分、シングルで使うよりは早いです。まあ安定のケネディだよね。なんか別にこれシリーズいるか、あんまりいらん気がするんやけどな。持ち方は多分これが一番ベストかな。人差し指でパフを押す感じ。いやまあこれでもいいんやで、親指でもいいんやけど、ちょっとなんか握りにくいんで。いや十分じゃないですか。まあ本当ね、ちゃんと今までメカニカルいじってきました、でいろんなもってやってきました、抵抗値とバッテリーのことも分かってます、電気回路の基本が分かってますっていう人じゃないとマジで手出しちゃダメ。いいモッドやで、いいモッドなんやけど、やっぱり知識はいるから。これ知識があるかないか関わらずで、俺やっとって怖かったもん正直。やっべえ、組み方ミスって爆発させたらどうしようってね。でここのねキャップはもうほんと、まあ、指2本か、これぐらいでクッと締めるぐらいで十分です。ちゃんと通電はしてくれるんで、振ってカチャカチャ音がせんかったら OK。 この手のモッドはまあね、値段も高いし、間違えるととんでもないリスクが潜んどるっていうモッドではあるけど、過去にもあったんですよ。 BB ボックスモッド以外でもシリーズパラレルのコンバーションのメカの2バッテリータイプなんて、フィリピンどんだけでもあるんやけど、探せば多分。それでもね、やっぱりね、知識はつけましょうみんな本当に。ちょっとね苦言を呈するようで悪いんやけど、最近ね低抵抗が当たり前になってきて、まあ、自分も使っとるけど、なんか学ぶっていうことがおろそかになってる気がする。SNS とか見てても、例えばアビットとかコンプとかね、アメリカのああいうめっちゃ高いモッドとか買って、なんか 0.1 切るようなビルドで巻くぞとか意気込んでる人とかたまに見るんやけど、まあ他の人がフォローしてくれてるんで、これやっちゃダメですよって言ってくれてるんで、俺何も言わんねんやけど、本当にメカ手出すんやったら、そんな抵抗値下げる必要ないから。大体のもう RDA ってね 0.3 ぐらいでいいんすよ。ただフューズドクラプトンとかで何をどうやっても結局デュアルで組む以上抵抗値がもう物理的に下がってしまうものに関しては 0.18 とかで使うけど、基本単線で組む場合はそんな 0.18 とかまで下げません。22ゲージとかその辺のワイヤーを使った時ぐらいかな。だけど22ゲージとかで組む理由っていうのは、発熱量とかね、そのスピードとかを求める人はそもそもがもっと前からベイプやってる人で、ちゃんと経験を積んでるがゆえに危険範囲がどれぐらいって、例えば体感でバッテリー、まあモッド本体がどれぐらい熱持ったら危ないかとか、そういうのが分かった前提でやってるから、その人らは使えてるだけであって、何でもかんでも誰でもがこう絶対にその 0.18 とか単線で組んで危なくないってものではないんでね。で実際フューズドクラプトンでも 0.18、0.15 とかで組んでて危ないっていう人の意見は分からんでもないんよ。ただね、結局そういうそのさっき言ったモッド本体がどれぐらいのスピードで体感でどれぐらいのこの熱量を持ってきた時点で危ないって判断ができるのかっていうのは数字じゃなくて体感でしかものが言えあんので、これは別に無理やりやる必要はありません。レビューでね散々組んでてこういうこと言うのはどうかとは思われるかもしれんけど、これ事実なんで、これは勘違いせんといてください。で最近自分も結局ケネディに NI の80のワイヤーでね24ゲージで組んで 0.27 とかこういう抵抗値で普通に吸ってるけど、なんだかんだこれが一番無難なんですよ。まあそのサイドエアフローでもうバカンって入ってくるようなものは、例えばフューズの面積がもっとでかい、まあそれこそ 0.18、0.15 ぐらいの抵抗値のコイルで組むけど、ケネディとかこういうボトムフローでちょっとエアが絞られてるようなものに関してはもう単線で十分なんで。だから直近やったループとかあの辺だって結局抵抗値結構低かったけど、あれはエアホールに対して面積に合わせてああいうコイルで組んでるだけなんでね。何でもかんでも抵抗値下げれば爆炎になるってわけじゃないから、本当にそれは勘違いしてほしくない。これ本当は別の動画でちゃんと喋らなあかんねやけどね。ちょっと今回パラレルとシリーズのコンバーションができるねモッドっていうことでちょっと一緒に言っておこうかなと思ったん で例えば、マスプロケアとウィズメックのねノイジークリケットの1とかがあれもともとシリーズで使うやつやけど、あれも販売開始してから
もう結構経つけど、あの当時でも結構なんか溶けたとか爆発まではいってないけどみたいな、こうすごいことになったみたいな、ニュースが結構あったんですよ、あの SNS で。ただでもそれってね、結局使う人のミスやから。いや、まあ自分だってね、バッテリーこそ爆発させてないけど、組み間違いでなんか怖い思いしたなっていうのはあるんやで。あるけど、あるからこそやっぱり言うとかななっていうのを、こういうのはね。まあレギュレーテッドの場合は、チップで昇圧させてるから、実質のまあ、バッテリーの負荷っていう面に関しては、ちょっとこうメカニカルと違う考え方をせなあかんっていうところがあるんやけど、それに関しては俺もよく分かってないから、きちんと説明がしきらんからあえて言及はせえへんけど、まあでも本当にメカニカル使う人シリーズとね、パラレル、まあシリーズかっこスタック、ミカチューブ2本つなげてね、2本でバンって吸ってるようなのは、あくまでもちゃんと経験を積んできた人向けなんで、そんなに多いそれと手出すべきもんじゃないです。で特に最近 SNS でスタック流行ってるけど、悪くはないと思うけど、俺は意図してやるべきものではないかなって思ってるんで、初心者の人あんまりあれに憧れるのはいいけど、それはもっと先でいいから、で十分に知識つけてリスクマネジメントがちゃんと自分でできるようになったらやったらいいんでね、そんなに焦ってやらなくていいです。まずは基本のビルドをきっちり巻けるようになることで、オームの法則、例えばバッテリーが、20アンペアか25アンペアのものに対して抵抗値がいくつまでやったらいけるなとか、で安全マージン取ってこれぐらいかなとか、で実際に元に入れて組んでみて、体感で熱持ってきて何パフぐらいどれぐらい吸ってて熱持ってくるから、例えばこのバッテリーはこれぐらいだったら、じゃあ次このバッテリーに試してみようかって、同じアンペアでもちょっと違うかなとか、そういうようなところの積み重ねなんでね、本当に最初は 0.3 オームとかで十分なんで、 0.5 でもいいよ。だいたいもう今のアトマイザーちゃんと組めばきっちり味もミストも出るからね。はい、ちょっとね長くはなりましたけど、今回は、フィリピンの BB ボックスモッツの、カラサグモッドのレビューでした。今回商品提供いただいたシリアルベピスト下に貼っとくんで、またよかったら見てみてください。そしていつも動画見てもらってありがとうございます。今回はチャンネル登録よかったなと思ったらグッドを押しておいてください。メルマガ LINE アットもやってるんで、ぜひフォローしてください。それでは今後ともジャパンベープ TV よろしくお願いします。